こんにちはカシャルユチ今日のインテリエンスザを出していただきます。今日はアメリカは中国と戦えるのか。まあ気になるのがまあ新兵器の開発状況ですね。それをちょっとえ今回取り何何回かに分けてね取り取り上げようかなとこう思っています。まずね取り上げ今回取り上げるのは極超音速兵器とこういうやつですね。これ実はねアメリカの場合はね海軍と、えー、空軍かな海軍と空軍が共通で同じものを やってる名前が違うんですけどね、えー、そういうのを開発してるとこういうのがあるようですワーゾーンというサイトがありましてそこからちょっとね紹介しようかなとこう思いますじゃあ行きますねえー、米陸軍と米海軍は海軍やった米陸軍と米海軍は最近極超音速兵器の実験を開始したが米軍はそれが成功したかどうかどのようなシステムが使われたのか実際に発射されたのかどうかさえ明らかにしていない海軍と協力して開発中の陸軍の陸上配備型 極超音速兵器システムダークイーグルの,のこれまでの実験は特ににな問題に悩まされてきた陸軍はダークイーグルの配備を今後2ヶ月以内に開始したいと望んでいるがこれは当初の計画よりも約1年遅れており、えー、昨年の3回の、えー、試,験試験発射中止の余波となっていると。6月に国防総省は陸軍のダークイーグルと海軍の海上配備型 中距離通常即発攻撃兵器システムの両方で使用するために設計された共通極超音速ミサイルの試験に成功したと発表したえまず、あ、ミサイルはね成功したよと言ってるんですよ現在まで、えーえーえー、っと量産型発射システムを使用したミサイルの完全なエンドツーエンド試験はまだ知られていないと完全にね当時のやつはまだやってないんだとこういうことなんですね 陸海軍と米陸軍と海軍は最近フロリダ州ケープカナベラル宇宙軍基地で従来型極超音速システムの試験を開始したと米,米国防当局者は声明で語ったと。この試験は運用可能な極超音速技術の開発において重要なベンチマークとなったと。 ハードウェアとソフトウェアの,の性能に関する重要なデータが収集され極超音速兵器の配備に向けたえ継続的な進歩に役立つだろうとまあケープカナメラで実験あったんだけどこれはまあうまくいったよみたいな話をしてるんですね。え現時点ではえ提供できる情報の、えー、情報の追加や、えー、詳細はないと,と声明で付け加えていると、えー。陸海軍の極超音速テストが正確にいつ行われたかは不明だが。 まあえー、航空士や船員への公的な警告通知では7月25日に行われたとされているとオンラインの飛行追跡ソフトウェアを使った観測者もその日にケープカナベラルから行われたミサイルテストと一致する空中活動を確認したこれには米海軍の NP3D ミサイル追跡機 NASA の高高度飛行研究機 WB57F および特別に改造された請負号車が運用する高高度観測所、えー、HALO、えー、ガルフスストトリームビジネスジネェットが含まれているまあ観測するねそういうのがいたんだとこういうことなんですねこれらの航空機は全て過去に極超音速テストを支援したことがあると極超音速テストを支援するために特別に改造された RQ4 グローバルホークドローンも存在していた可能性があると。 これは陸軍のダークイーグル兵器システム別名長距離極超音速兵器、えー、これねロングロングレンジハイパーソニックウェポン LRHW とこういうんですねのテストだったという説も広く信じられているがこれは明確に確認されていないダークイーグル、えー、LRHW のテストは以前ケープカナベラルで行われたことがあるとダー,クダークイーグルは 2019年から進行中の唯一の陸海軍共通共同極超音速兵器プログラムの半分でもあると海軍の IRCPS コンポーネントは海軍の3隻のズムルト級ステルス駆逐艦と将来のブロック V バージニアー級潜水艦に統合される予定であると、まあ、潜水艦とねあと駆逐艦に乗せるミサイルを作ってるんだとこういうことですね。 ダークイーグル LRHW と IRCPS の両方で開発中の共通ミサイルまたオールアップラウンドは、えー、いわゆるブーストグライドビーグル極超音速兵器であるとこのオールアップラウンドっていうのはどういう意味かっていうと、うん、AUR と書くんですけどねこれはまあ、えー、部品ごと送ってでそれを現場で組み立ててそれであのメンテナンスが必要としないですね調整とかせずにいきなり撃てるとこういう兵器のようです これは使いたい,いですねこれはもう実現したらねいわゆるブーストグライドビーグルの極超音速兵器であるとこれは弾道ミサイルのような大型ロケットブースターとその上に搭載された非動力の動力を持たない極超音速ブーストグライドビーグルで構成されているとこのタイプの極超音速兵器はロケットブースターを使用して滑空体を最適な速度と 高第二ねこういうんか第二ね乗せてんでこれで発射するであとある段階まで来たらピュッとこうねこのミサイル行くとこういうシステムになってるとこういうことなんですねでその後核空隊は比較的浅い大気圏の中の航空経路を経由してマッハ号を超える極超音速で目標に向かうとダークイーグルはおよび IRCPS は AN オールアップラウンドの先端にあるブーストグライドビークルは、えー、と高い機動性を備えた円錐型デザインであると。このデザインと兵器の超高速性により、えー、防御側が迎撃するどころか発見や追跡が非常に困難になり敵が何らかの方法で反応する時間が短縮されると全然もう時間切れになるんだとこういうことですね。 陸軍はこれまでこの兵器は少なくとも地上発射型で使用された場合最高速度が少なくともマッハ17だし、えー、射程距離は1,725マイル、まあ、2 7 7 5トルを超えると予想されていると述べてきたケープカナベラルで最近行われたテストで関連していると思われる警告通知によると最大射,、えー、射程距離はおよそ2,112マイルから2,796マイル まあ3400キロから4500キロの間になる可能性があると。従来の弾道ミサイルの場合、中距離は一般に1864マイルから3418マイル、3000キロメートルから5000キロメートル。まあ結構だからあ中距離ミサイルよりもこう遠くまで飛ぶとこういうことですね。で、極超音速ミサイルシステムは速度、機動性、高度の組み合わせを提供し、非常に生存性が高く。 中距離で時間的に厳しい厳重に防御された標的を迅速に撃破することを考えするとこれで一体いけますんとこういうことなんですねと米国国防当局者は最近のテストイベントに関する声明で付け加えた「軍共通の極超音速 AUR は国家防衛戦略を支援し統合抑止力を維持強化し統合軍に永続的な優位性を築くための 多様な能力を戦闘指揮官に提供すると言います、ね、だからこれがあったらいけますよとこういうことなんですよね。でダークイーグルまたは ICIRCPS が実際に実戦配備されるのはいつになるかまだ分かんない。<laughs> あかんやんけあかんやんけいけるって口先で,できるって分かんやんけこそんな感じですね。前日のように陸軍では昨年3回のテストを中止した。 陸軍は中止された発射についてミサイル自体の問題ではなく、えー、地上発射装置の問題であると公約に非難していると地上を、ね、発射するシステムがうまくいかなかったんだミサイル自身はいいんだよこういうことなんですねで2022年に海,海軍は共通ミサイルの一つを試験発射したが、えー、米国海計検査院が、えー、本日発表した報告書によるとそれは飛行中に失敗したというと、うんね、国防総省の試験評価 局長室が以前に発表した報告書ではこの兵器は飛行中に異常が発生し計画された飛行プロファイルの一部のデータ収集が妨げられたか海軍は原因を突き止め、えー、是正措置を実施したと述べていた6月にはハワイのカウアイ島にある、えー、太平洋ミサイル実験場から発射された AUR テストが、えー、成功した事例もあるとそのテストの写真は 計画されている地上または地上発射モードのより直接的には大開発ではなく地上、地上テストスタンドの使用を示しているようであると。この一般的な極超音速ミサイルの飛行テストは、高能力の開発における我が国の画期的な出来事であると海軍戦略システムブロックプログラム局長のジョニーウルフ海軍中将はその発射後に述べた。 これがあったらできますよって言うんですけどねなかなかうまくいってないこういうことだね。ねそれぞれの共同の努力を通じて陸軍あらゆる潜在的な敵に対して優位性を維持できるようにする新たな装備を開発し新たな防衛コンセプトを採用していると陸軍の迅速能力重要技術局局長ロバート・ラッシュ中将も当時語っている陸軍は当初ダークイーグルの配備を 2023年末までに開始したいと希望していたが2024年こ、ね、今年はね、えー、同年度は、えー、同年9月30日に終了した陸軍はその後そのスケジュールを今回計年度末まで、えー、っと前倒したが、えー、今からちょうど2か月余り先であると、えー、今月初め米,軍米国とドイツ当局はドイツへの陸軍の従来型長距離発射部隊の 断続的な配備を、まあ、2026年には監視する目標を再確認したドイツに配備するみたいなね中距離核戦略の一環なんでしょうねこれには開発中の極超音速兵器を装備した部隊も含まれる最初のダークイーグル部隊である第3野,野戦砲兵第5大隊 B 砲台は 第一マルチドメインタスクフォースの一部でありワシントン州のルイス・マコード統合基地に既に設置されている部隊はもうあるんだとこういうことなんですね。えこ今月初めこの部隊はあ 7, 月7月初めこの部隊は国防総省唯一の、えー、戦闘管理指揮統制情報収集監視偵察に特化した演習の最新版であるレゾリュートハンター 24の2に参加した海軍はこれまでもそしてこれからも2025年にズムウォルト級ステルス駆逐艦に2028年にはブロック V バージニア級潜水艦に IRCPS の配備を開始する計画を立てているとこのミサイルねだからステルス駆逐艦と潜水艦に配備すると2028年かまあ年 乗せるんだとこういうこと言ってるんですね、えー、進行中のテストもテストの問題がこれらの計画を覆す恐れがあるかどうかは不明だが USS ズームウォルトはすでにミサイルとミサイルを搭載できるように回収中であると。このプロセスには、えー、既存の1 5 5ミリ先進砲システムとそのステルス砲台をこれらの艦から取り外すことが含まれているだ大砲は一気ありませんねあれがなくなるんですよねなくなってそれを でダークイーグルとえっとダークイーグルと ICPRS 以外の米軍の極超音速兵器プログラムも近年不確実性に直面していると当初にし2022年に就役する予定だった空中発射型極超音速ブーストブーストグライドビーグル兵器を開発してきた米空軍の 空中発射型速報兵器 ARRW のプログラムは、えー、正式に終了したうまくいかなかったんでしょうねしかし、えー、機密領域ですでに始まっていたけいなければ、えー、後,後続の取り組みが進行中である兆候がある、まあ、ょひょっとしたら、えー、やってるかもしれんよこういうことなんですね空軍は以前 ARRW から離れて、えー、空気吸入式の極超音速攻撃巡航ミサイル の開発に注力すると述べていたしかしオーストラリアが同様のあるいは同一ではないにしても兵器を開発するのを支援する取り組みと、えー、絡み合っている HACM プログラムは独自の課題に直面している兆候があると米軍が、えー、最近実施した、えー、陸海軍の極超音速兵器実験に関する声明はダークイールおよび I R C P S 兵器システムの将来に関する疑念をさらに深めること深めただけだった。陸軍が九月末までに極超音速ミサイルの配備を開始するという希望は少なくとも私たちが知る限り完全なエンドツーエンドテストが引き続き実施されていないということを考えると、せいぜいますます不確実まあ不確実に見えると。まあだからあのー、海軍とねえ陸軍がねせっかくあの極超音速ミサイルを開発した開発したんですけど。 どうもうもまくいってないとだからあのなんですか発射装置かな発射装置がうまくいってないんでしょうかねそれだから結局あ実際実験が行われていないということですからこれは結局うまくいった失敗しているとこういう判断すればいいんじゃないでしょうか。やっぱりあくまでねこれ印象論ですよ印象論ですけどアメリカのね新兵器開発能力というのはやっぱ減退してちょっと前に比べたら、うん、落ちてるんちゃうかと。 そういう気がするんですね。日本はまともだと思うんですよ。でもね、アメリカはこう新兵器作る能力ないんちゃうかと。やっぱこれがね、あの本格的にね、アメリカという国家のこう黄昏でいったら変ですけどね。やっぱりこう米軍ちょっとこれからヤバいんちゃうかっていうことの一つの証拠じゃないかなとそういうふうに思っていますいや。問題はね、やっぱり中国ですよ。中国がこの極超音速ミサイル D.F. 十七ですね。これをすでに完成させている。でももうだからあのー、配置していると。 そういうことなんですよね。配備している、現場に配備していると、こういうことなんですよね。だからもう中国側の方が先に行ってしまって、アメリカの方が遅れてしまっていると。これがやっぱ最大の問題なんじゃないのかなと。やっぱりこういうところがあるから、やっぱアメリカも本気でね、中国とガチンコで戦うという気になかなかなかれないんじゃないのかなと。そう思います。まあ、新兵器はねまだまだいろいろありますんで、またこれからも、ね、ちょっと紹介したいなと思っています。 いやー、危ないですね、米国はね。アメリカちょっと危ないなと。この新兵器の開発はね、ちょっと危ないんじゃないかという気がしています。じゃあ、今日はこのぐらいで。よろしかったよ、フェンチチャンネル登録もぜひお願いします。そして、あの、サンクスねあったらあっただけお願いします。じゃあ、今日はこれで調しますね。